はい、どうも、すがです。さあ今日もですね、船券勝負をやりに来ましたと。さあ今日はですね、はい、待ちに待ったツボートが一番盛り上がる G1 です。はい、今日初日来ておりますけれども、ただいま、いつもの海岸で放送しております。放送ではないんですけどね。いやー、のどかだわ。今回のね、ルールなんですけれども、いつも一般戦は、3万円資金という形でやっておりますけれども、今日はもうちょっと G1 なんで4万円に増やしました。6レースまで4万円使い切って、プラスが出たら後半戦の7レース以降もやるという形になっておりますと。最近ね、鳥紙についてね、動画をよく出しているんですけども、正直な話、8月以降それをやり始めてからプラスなんですよ。回収率ね、実は 100% 超えておりまして、ただ前回からね、ちょっと改善点を一つちょっと付け加えます。鳥紙上等と言われましても、前回はね、100円でやっておりました。あんまり100円だとね、効果が出ないということで、鳥紙に関しては200円以上を入れますと。そして本線は3倍以上をかける。穴狙いの目に関しては100円プラスか、倍以上をかけるという形でやっていきたいと思います。今日動画のポイントとしては、1号艇の選手が逃げる場合の2着、そういった偏りをですね、数字的なものを見ていきながら船券を考察していきたいなと思います。7レース以降ね、やれるかどうか前半戦の当たり次第にかかってきますので、本戦を絶対的に決めていくっていうのを精度を上げてやっていきたいと思います。今日はね、ちょっと陰線がね、下位モーターの選手が多いらしいんで、面白いと思います。ということで、行きましょう。行きましょう。はい、ということでね、1戦目やっていこうと思います。さあ、1戦目なんですけども、地元のですね、松尾弘元選手ですね、三重県の選手、奇数号艇の松尾といってね、1、3、5は強い。松尾選手がインコースの場合2着になる体なんですけれども、偏りがね、2、3、4、どれかという形で、だから偏りはないかなと思ってますと。イン逃げもっていうところですね。これね、ただね、波動家の伊藤選手がワースト級モーターで、原田選手が懲罰なんですよ。ちょっとね、まくりも考えざるを得ないという、ちょっと行き足は良かったんで、それで買っていきたいと思います。インからはですね、1頭の2、4、5ですね。僕の中では4の原田選手が先舞いをすると思っているので、その目で買っていきたいと思います。で、冒頭でも言いましたように、ガミ検証パート2ということで、ガミの部分今まで100円だったんですけど、200円に増やして、だいたいそのね、3倍ぐらいかけて本線は買うと、利益が出やすいんじゃないかと僕の中で思いますので、そこでやっていきたいと思います。でね、頭はね、もうちょっと叩いちゃう方で買いました。4頭の2残りと、あと大上選手、まくり出し怖いですけど、ここでいきたいと思います。ちょっと明らか行き足がちょっと違ったんで、前回動画見てもらうと分かるように、本線にだいたい1000円ぐらい、そしてガミは100円で行ったんですよね。だからだいたい10倍ぐらいだと思ったんですけど、ここ最近思うのは、ガミと本線の差額を5倍ぐらいにしたらいいんじゃないかというふうになんとなく決めて思っているので、その辺で来てくれればなと思っております。6レースまでね、4万円を使って後半できるかどうか回収していきたいと思います。いきましょう。はい、原田選手がまくり差し変化なら入らないと思うから、揃ったな。いや、揃っていいよ。ただね、4人はね、意外に人気なんでね、あれ緑色に見えるんだけど、違う。これはガチガチの本線ですね。5だったら多分一番人気かな。2が来てほしいかもしれない。いいよ、ちょっとないです。2の方が多分ね、オッズがいいんですよ。 OK、 4人になった。よし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 。これね、やっぱ大江選手人気じゃないですか。だから4-2の方が低いわ。くー、ダメか。そうだな、4-5とにはならないか。ならないですね。これ600円なんですけど、ここ投資が6
これ後半も伊藤選手はまあちょっと牽制して買わなくていいかなと思ってる。しかも松村選手も意外に出てないですね。ああ2だ、一番人気。はい、まあ1レース目ねちょっと様子伺うってことで、これ多分10倍切ったらガミる、本戦がガミる。ああそういうことか。だから3倍ぐらいの戦いだと本戦がガミる可能性もあるってことなんだな。なるほど、やっぱね5倍だわ。よし、今日3倍じゃなく5倍にする。ガミ覚悟の方以外はやっぱ5倍かけないとこれ本戦が負けるっていうのがちょっと今露呈したんで、その代わりやっぱ点数を狭くするっていうのがちょっとミソになってくると思うんで OK やりたいと思います。さあということで、2戦目やっていきたいと思います。まあガミでしたね。1000円もガミじゃないんですけど、うん。ということで冒頭豆買いのところを200円、そして、その3倍ぐらいっていうふうに言いましたけれども、これだとね本戦が当たった時に取り戻せないってことが分かったんで、ね、やっぱもう5倍です。5倍かけます。で最近ねすごい投資額増えたねみたいな、主が金持ってんねみたいな感じで言われるんですけど、全部当てる気でいます。だから必ず回収があるよっていうのを見越した上での投資なんで、だから外れたら鬼やられるっていうことですね。さあ松尾兄弟の登場です。双子の兄弟です。で松尾選手ね、A1 で G1 出てますけど、初 A1 なんですよ。やっぱ差し傾向っていうのがあるので、そんなにこう頭をガンガン取るっていう選手はなく着取りで、松尾選手がねインに乗った時のまあ2着3着、まあ、これもねあんまり偏りがなかった、どれが来てもおかしくないという指標だと思います。ですので1逃げの2差5で買いたいと思います。であとはね、2-1 ここ本線で、あとは 1-2-3 のボックスのようなところでちょっと多めにかけて、そこだけはねちょっとありそうな気がする。差しまくりだし、だから明らかにこれうち3艇がかなり出足系統いいと思ったんで、ちょっと迷わず買っていきたいと思います。はい、ということで2戦目、5倍でいきました。いきましょう。今回ね5倍かけましたね、ガミの部分プラス。でこれ1日3で僕は決定だと思ってるんですけど、足の差がちょっとあるんで、あ、高橋選手が先に前に、受けたけどこれも一番人気か、こっちまではいかなかったな。まあ、下し行ったけどちょっと流れましたね、村岡選手だったら豪華来てほしいんだけどな。あるかもしれない。一番内側させろ。太田選手頑張れ。ああ200円になっちゃう。ガミったー。ああ本線取れなかった。芝田さん。これ200円ですね。ガミ系。ガミ角度に勝ったんで。よし詰まった。よし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 、隣に並んだよ。そうだな、内側から村岡選手が来てるけど、あ、行ってくれた。いやでも段差があるな、確実に。ダメだ、ここは大損害。いやちょっとガミは100の方がいいのか。まあでも今日はガミは200円でやっていこうと思うんですけど、ハイパーガミです。これはねしゅがりました。しゅがるというのは、2000円、これ大損害だな。なるほど OK、 2着ね絞りますからね、インから、ね、頑張ります。
うめえな、お茶。視聴者さんにもらいました。ありがとうございます。ちょっと G1 なんで、嬉しいですね。やっぱ地元、いいですね。さあ、ここはですね、陰線が山崎くんかくんか選手ですね。はい、くんかくんか。どうも。陰線一着率がね、年間だと 74% でね、これね、山崎選手の陰線片入れがね、2連対率ありました。他のコースね、2と4だからもう偶数合計ってことですね。だから3コースが決まりにくいっていうのを考えると、まあよく僕2着に選ぶ手をよくまくり派か差し派っていうので分けてるんですよ。で、山崎選手はどちらかというとまくり派、ガンガン攻める、握って攻めるっていう選手なので、どっちかというと早仕掛けして陰線も刺されたりとかの2とか4が刺さりやすいのかなと、こんな感じにしました。1-2、1-3、1-4ですね。まあガチガチだと思いますけど。で、あとは、まあ負けるとしたら、これ多分仕掛ける人いないと思うんで、ニアタマですね。2-1。やっぱちょっと握る性質があるっていうのが、まあこの連帯率からちょっと読み取れるんなら、若干1着はチャンスなのかなと思ったんで、そこで取っていきたいと思います。握ってほしい。まあ、とりあえず逃げてほしいと思いますね。予想が難しくなって。頑張ります。はい。新田選手がね、今回足が、これ鳥居塚選手がね乗ってたモーターなんですよね。あれは弱かった。部品変えてたんで、ここでどう出るかですね。5コース黄色の磯部さん、新田選手は怖いですからね。とりあえずね、絞れない。よし、そこか。早仕掛けするか。早めに逃げた。6フライング。いやー、これ落ち下がんじゃん。本線切っててもこれだと落ち下がるな。なるほど、そうか。当たったけど、これはどのぐらいなんだろうね。振り上げこんな感じなんですけど、今これ投資がね6800円か。普通だな。伸びがないのか。出足は多分短力だと思うけど、明らかにちょっと伸びがないですね。これだと競り合えないからね。多分一番人気なのかな、これ4人は。まあどっちも一応フライングで今6が変換ってことなんで、フライング分の帰ってきてるんですけど、ある程度6に振り分けがあるんで、フライング切られるともっと下がるんですよね。この場合だと本線できますと。いや、でもこれはぶっちゃけ5じゃない方がいいのかな。あ、でも割れてん。あ、違う、あ、同じだ。ただ10倍ぐらいつくんだ。ナイス。そっか。あ、だからまあこれがいいな。1着12点買うんですけど、やっぱ1点は信じられないという、まあオッズが低くてもそういうので考えてもいいんですけど、減らして、ガミの3倍、そして本線はガミの5倍をかければ、まあいいオッズ取れるのかもしれない。よし、 OK。 あ、オッズ多分折り下がるんだろうけどな。7倍か。これだとかガミではないけどちょいプラだな。一応ね、10倍ついてたんですけど、フライングで減りましたね。はい、ということです。まあまあまあ気にしないでいきましょう。はい。